よっしゃ、はい。今ね、ロンドン時間、イギリス時間、2023年10月17日、午前7時10分ぐらいでしょうか。こちらがね、今回泊まってるホテル、ヒルトンロンドンメトロポールでございます。こちらがね、正面入り口ですね。ちょっとね、散歩しようかなと思っております。昨日ね、ちょっと行ったスーパーが反対側にあります。マークス&スペンサーです。ここで買い物しました。ちょっとね、ぐるっとホテル周りを散歩したいと思います。ちょっと寒いですね。午前7時なんですけど、ちょっとね、暗いですね。あのね、今回のサミットの参加者は、まあ、全世界中から集まってきてます。はい、もちろんね、ロシアとウクライナはオンライン参加ということなんですけれど、全ての Google プロダクト、Google 製品に関わっている、エキスパートの皆さんがね、集まっての研修会ということで、私はね、YouTube の方で、参加しますけど、まあ、昨日のね、夜の歓迎レセプション、ものすごい数がいて、仲間をね、探すことがね、結構難しかったんですけれど、はい、まあね、その夜のね、歓迎レセプションの様子を見て、ちょっとこれはね、朝ごはん早く食べに行かないと人が多いよねということもね、あったんで、今日はね、午前6時から朝食会場、ご飯をね、食べることが、できていたんで、早めにね、朝食会場に行って、朝ごはん食べました。もうほとんどのホテルがね、ビュッフェバイキング形式ですよね。ここのホテルもね、バイキング形式だったんですけど、結構ね、美味しかったですね。この左側、こちらがね、ホテルですけどね、ホテル周りをぐるっと一周回ろうとしてるだけなんだけど、はい、結構美味しかったでございます。で、6時半過ぎに食事を終えて、またホテルに帰ってね、30分ぐらい休憩してから今歩いております。結構ね、時間をね、見つけてはね、散歩しております。前回のロンドンでも、散歩してましたね。シンガポールでもね、ぶらーっと時間があったらね、ホテル周りとか、シンガポールではね、マーライオンなんかを、見に行ったことがありますけどね。はい、ぶらっと回りましょう。まあ、どの付近に来てるんだろうか。ここバス停かな。バスが止まってくるのかな。バス停だな。はい、まあ、結構ね、街歩き好きなんで面白いですよね。全く知らない街を一人ブラブラ歩くの心配じゃないですかっていうね、声も聞こえてくるんだけれど、特にそんなに心配することはないですね。まあ、治安がいいのかどうなのか、ちょっとね、わからない地域なんだけれど、まあ、治安の悪いところにホテルなんかはありませんからね。うん、あ、ちょっと寒いかなという感じなんですけれど、気持ちいいですね。昨日はね、その全世界中から、皆さんがね、集まってくるので、到着日ということで1日フリーでございました。はい、でお昼からね、ロンドンレッドバスツアーに行ってきました。このロンドンレッドバスはね、もう古いバスで、なかなかね、市内でも走る姿を見ることができないという感じでね、バスがね、信号待ちするたんびに、スマートフォンのね、カメラをね、こっちに向けるんですよ。え、何やってるんだと思って話を聞いたら、もうこのタイプのバスはほとんども走っていないので、はい、珍しいんですよというお話でございました。あ、これもホテルだ。大きなホテルがあります。この近辺何かあるのかな。今回はね、何もリサーチをしないで歩いているんだけれど、なんかこう林みたいな、森みたいなものがあるよ。なんだろうね。ここ曲がったら怖くないよ。曲がってみよう。はい、そんなこんなで
いやー面白いですね。で今日と明日はねみっちり研修が、風が冷たい研修が入っております。午前9時から午後の5時までですね、研修でございます。でまた夜からはね、パーティー歓迎会というかパーティーがあって、明日も、午前9時から午後の5時まで、研修会でございます。あ、車がここは工事をやってるのかな、なんかね、よっしょ、ぐるっと回ってきたけど、ここに公園らしくなる、なんか書いてあるよ、ウェルカムトゥーザウォーターライン31ハーベットロード書いてますね。わーと風がね、強いですね。再開発したのかな、ホテルの前もね、開発シーを作ってるような感じがありましたけどね。ちょっとね、風切り音が入ってるかもしれませんけれど、まあ、その点、ご了承くださいませ。まだ朝が早いんでね、日が上がってくればこの付近も綺麗に見えるんですよね。なんかある M&S の CM、 ああいうのならないように、あ、ホテルはあそこに見えてるんでね、ホテルが見えてる位置で歩きましょう。あ、なんかウォーターライン、さっきウォーターラインって言ったよね、こっちにウォーターライン、なんかあるよ、ウォーターライン、いいところだ。あ、すごい。いや、来てよかった。こんな感じ。ウォーターラインがある。なんか東京のなんとか川みたい。東京もね、あまり詳しくないんだけど、隅田川、なんとか川のような感じだ。ああ、いいですね。ウォーターフロント。これ倉庫かな。倉庫らしきものがあるよ。魚がいるわけないと思う。鳥がいた。鳥が泳いでる。あ、カモがいる。この木なんかいいな。ウォーターフロントで正面もね、高いビル、高層ビルが立ってますし、あ、噴水もあるよ。あ、面白い。あ、散歩してよかった。表の通りから一歩入るとね、静かな公園がある。かもしれませんね、ライトアップというか間接照明が綺麗でないですか。いや、おしゃれ。思いますよ。ちょっとこっち側も歩けましょうか。橋を渡って、 あれなんだろう、船みたいな何かがあるよ。あ、そのデッキがなんか席になっている。いいですね。ほら、こんな感じ、今歩いていたところこんな感じですね。いや、いいと思いますよ。いや、なんかおしゃれっていう感じ。まあ、Google マップがあるんで迷子になることはないと思うけどね。あ、スマートフォン、あ、持ってきたか。ここはコンビニじゃないな、違う違う、ワンウィークトライアルオンリー。あ、フィットネスクラブだ。フィットネスクラブ、朝からやってるよ、フィットネスを。お疲れさんでございます。かっこいいな。こ
ちらがお店があって、向こう通りがあるんだ。通りに行ってみようかな。あ、でも人が多いな。通りは後で行こう。また後で個人的に。このビルもすごいよ。かっこいいよ。こんな感じ。なかなかね、ちょっと風は冷たいんだけど、ワークマンでね、防寒機能が高いジャンパーを買ってきたんで、それを着てるんでね。あ、ここいいな。公園になってるんだ。こんな感じで、そのジャンパー着てるんでね、風はね、完璧に防いでおります。あと一個ね、ユニクロで買ったボアがついている防寒着も買ったんだけどね、まあ、そっちはまだ着てません。4年前はそんなに寒くなかったんだけどね。てかもう天気はコロ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 変わるからね。いいですね、なかなか。わあ、かっこいいな。いや、散歩してよかった。ほんと散歩するとね、いいことがたくさんありますよね。早起きは三文の徳ではありませんけれど、早起きしていいなと思うことはたくさんありますね。あ、これ買い取るよ。フローティングポケットパークとパディントン。こういうところがあるんだ。行けるのかな、ここは。書いてるけれど、フローティングポケットパークって書いてある。あ、入れるんだな。あ、なんかすごいね。浮島公園フローティングポケットパークっていうからね。あ、いいですね。お花が、ロンドンって花が綺麗ですよね。宮崎にもね、イギリス式のね、庭園があるんですよね。庭園、お花綺麗ですよね。いや、いいと思いますよ。ほら、こちら側にも。いや、こういったちょっとした公園っていうのもいいですね。まあ、水をうまく利用したということですよね。これ昔の船だ。昔の船をここに浮かべて上のテラス席を作ってるってことか。あー、いい感じですね。おしゃれです。あ、これ屋根がついてる。こんな感じで、こんな感じで屋根がついている。で、これテラスかな。ベンチもありますね。いや、いや、すごい。おしゃれ。これなんか下はホテルかな。ホテルではないけど、何か客室。ザ・ボートハウス。あ、ボートハウス。お家になってるんだ、ここは。ボートハウス。へぇ。面白い。なんかおしゃれ。後で写真撮ろう。今ワンショットでね、撮影してるんでね、途中止めたらまたもったいないので、ワンショットでね、撮ってますけどね。いや、いいと思いますね。また明日もいるからね、今日明日、19日がチェックアウト、今日18、17でしょ、明日18で19もあるんでね、その2日でまた写真を撮りに来ましょう。まあね、いいポイントをね、押さえておいてから後から写真撮りに来るのいいですよね。ああ、ここのいいですね。ここで食事するのもね、水を感じながら。あ、ワンちゃんが、ワンワン、吠えるな吠えるな、何もしないから。どこだ飼い主は。飼い主いないの、飼い主いるの、わからない。はい、ぐるっと回ってきたよ。ロックハウスって書いてますね。ロックハウス、ぐるっと回ってきました。これホテルは右の方にあるんだけど、これどっから行けるのかな。こっちから行ける、わからない。わからないんで、ぐるっとあちこち回ってみよう。
誰か座ってるかなと思ったんだけど、誰か座ってました。これ誰だろう。なんか書いてある、書いてあるね。なんかね、サイモン・ミルトン、1961年、あ、同じ生まれだ。これは2011年までって書いてますけどね。あ、これ何だろう、わからない。さあ、サイモン・ミルトンさん、おはようございます。おはようございます。はい、噴水です。ここを右に行けばいいのかな。カモメ、あ、いいな。あ、ここはさっき通ったところだけど、ここを右か。いやー、気持ちいいし、朝は。さあ、花がいっぱい、緑がいっぱい。いやー、シンガポールもそうだったんですけど、緑がいっぱいでいいですよね。綺麗ですね。ほら、こんな感じ。いやー、あ、これ何かあるよ、ほら。いや、こういったのもね、いいんじゃないですか。緑をね、いっぱい増やすっていうのも、うん、いいと思いますよ。よし、こっちは違う方向を歩きましょう。ホテルはもう正面左にあるんで正面左、あ、右か前か、正面か。正面がもうホテルなんでね、ホテルを見ながら帰りましょうこれなんだろう、スローダウンヒューマンパワードビークルオンリー。まあいいんだけど、いや本当緑がいっぱいありますね。19日はちょっと1日空いてるんですよ。19日のお昼までは、お昼ご飯まではホテルの方で食べていいよということなんだけど、ピックアップ何時の便で空港まで送ってくれるのかなということをね、まあ、今日メール送りますって言われたんで、また確認したいと思います。はい、こんな感じ。いかにもイギリスって感じですよね。よっしゃ、ここ来るのが来ないことを見ながら渡りましょう。はい、でまたさっきのところに戻ります。正面は工事やってます。工事の様子がね、ホテルの部屋から、あ、あれ別の方かな、見えるんだけど。よっしゃ、はい、表の通りに来ました。さっき歩いたとこでございます。よし、場所を覚えたんでね、またここに来て写真を撮りたいと思います。あ、朝日が上がってきました。今日も一日が始まりますよ。皆さん歩いて出勤しております。飛行機雲も綺麗ですね。これから、朝の出勤時間帯に入ってくるんでしょうね。よいしょ、いや、いい散歩ができました。非常におしゃれですよね。この右側がホテルの建物じゃないかな、これが多分。あ、ライトも消えた。いやー、これあれで、またスマートフォンで撮影してもいいかもね。イギリス人はね、紳士の人、紳士の国っていうことであってね、結構皆さんいいですね。優しいですね。あ、ホテルですね。
結構曲がるんだよね。お、ロンドンバス、これは最新型のロンドンバスですね。気持ちいいわ。で、もうすぐホテルのメインエントランスに入ります。正面が、マークス&スペンサー、昨日お買い物行きました。水とか買ってきました。水とサンドイッチかな、とちょっとしたお菓子、スナック、その3つで1000円超えてました。あのサンドイッチが高いですね。水は日本よりちょっと高いぐらいんだけど、サンドイッチがね、2切れ入っていて600円ぐらいしていたんで、日本の2倍ぐらいかなと思いましたよ。まあそんなもんかな、物価ってね。マークス&スペンサーでございます。 M&S って言われてますよね。 M&S、 また今日も後から M&S にお買い物行きます。カードが使えるんでいいですよね。はい、ホテルに着きました。このね、8階、あ、私は反対側か、向こう側だね、部屋は。はい、ウエスト西館かなでございます。はい、またね、向こうもほら街が綺麗ですよね。明日の朝はね、向こう側を、散歩してみたいと思います。はい、ということで今回のおじ散歩はロンドンホテル、ロンドン メトロポリスをね、メトロポールを中心に歩いてみました。今回はこの件で失礼します。ほんじゃまた。